くん、へい、マンケンブ、イェイ。つわけで、始まりました。武田くん、マンケンブ。まあ、今回はですね、人造人間、機械だ。ですね、まあ、石井の森章太郎先生の、原作の方をクローズアップしてみようかなと思ってます。また、そちらから作られたね、アニメ版があってですね、それもにもちょっと言及しようかなと思ってまして、っていうのもね、今ちょうど、仮面ライダーダブルの、まあ、正統続編ということで、まあ、フード探偵ってやってるんですけども、こちらは特撮から、まあ、そのコミカライズされた、まあ、続編みたいなのが出ててですね、さらにそれがアニメ化された。まあ、要は、特撮漫画化、アニメ化っていう流れ、的ですね。まあ、機械内に至っては、まあ、石森先生と、まあ、要は、まあ、仮面ライダーを作ってた平山さんですね、平山徹さんがプロデューサーで同じ変身ヒーローものということで、まあ、差別化するために、まあ、違う番組タイトルとか、まあ、番組スタイルのね作品を、まあ、同時にやってたんですよ。仮面ライダーが確か1971年で、機械ダーがねちょうど1972年から73年なんですよ。だから V3 が始まってちょっとするまで、まあ、機械でやってたということなんで、まあ、同じような変身ヒーローものなんですけども、ちょっと差別化してた作品やってた。で、まあ、漫画と同時並行ですね。石森先生の方と、特撮のその人造人間機械だっていうのは、まあ、設定とかそのデザインも一緒なんですけども、まあ、中身の脚本については、まあ、中身の脚本と漫画のネームについてはそれぞれ別でやるっていう風な、まあ、スタイルなんで、まあ、話もちょっとね特に後半はだいぶ変わるんですよ、うん。で、まあ、そういう、まあ、スタイルで、まあ、特撮、漫画アニメっていう意味においてね、この機械だっていう作品は本当、まあ、アニメは結構後年に出たんですけども、ちょっと衝撃的だったのがその、まあまあ僕的には漫画版ですね。で、まあ石森先生ね、まあ当時結構多忙でして、ネームは書いてるんですよね。で、ネーム書いて下書きとかも結構やってるんですけども、まあちょっと前半部分は、まあ、まあそこまで、前半部分はまあまあ、頑張ってやってたんですけども、日尾明先生とかですね、土山良樹、さんとか、まあ、細井雄二さん、山田五郎なんですね。この、まあ、弟子であったりとか、まあ、アシスタントのこの4人がですね、それぞれ分担して行ったということで、作画ですね。うん、で、まあ、まあ、山田さんがですね、原稿をもらうと、まあ、4人で分担して2日ほどで仕上げたっていう話があるんですけど、まあ、ということなんで、まあ、完全にこう作画までタッチはし、作画まで完成させてはいないんやけど、やっぱりネームとか下書きとかやっぱり白目さんがやられてるという、ことなんでね。で、まあ、終盤はね、稲妻のとこ同時連載になったらしいんですよ。ね、週刊少年サンデーの1972年、30号から1974年13号に連載された。ってことなんですよ。機械ダー01がね、ちょうど人造人間、機械ダーのアド番組である、機械ダー01が、まあ、やってる時も連載してて、で、01も登場するんですけど、タイトルがね、人造人間、機械ダーのままだったんですよ。で、まあ、主人公も、機械ダーである、ジローの方が、まあ、ずっと主人公っていうことで、まあ、なぜイチローじゃないのっていうことなんですけども、まあ、それもですね、まあ、普通に考えて、タイアップってことを考えると、01というタイトルにするべきなんですけど、内容を見たらね、ああ、なるほどなと。で、アニメの方はなぜか、まあ、機械ダー01がですね、機械だ前半、部分を前半からまあ中盤の結構長い部分ですねを機械だっていうタイトルでやって、そしてそこからの話は機械だ01っていうことで、アニメ化を、まあ、この原作を割とね乗っ取ってやったっていう作品なんですけども、こっちのアニメ化に関してはそうなってるんですよ。で、この辺がちょっとややこしいんですよ。
さらに、まあ、本来、まあ、3作目が作られる予定やって、まあ、キカイダー00っていうのが、まあ、出てくるんですけども、こちらは漫画版にはちゃんと登場しております、まあ、ということなんで、ね、この辺もちょっと含めて説明していこうと思います。はい、まあ、当時ね、なんでね、石ノ森先生が、まあ、その仮面ライダーに、まあ、ちょうど1971年から放送されている、仮面ライダーですね、はい、これで到来した変身ブーム、等身大ヒーローの、まあ、変身ブームっていうものがあって、特撮全盛期なんですよ。特に1970年代の、まあ、最初の方なんていうのはもう特にそうで、うん、まあ、ウルトラマンがですね、その1960年代後半ですね、今作られた作品としてものすごくこう特撮ブーム、うん、まあ、ね、まあ、ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンというふうな、うん、巨大ヒーローものがある一方で、等身大ヒーローってやっぱりね、仮面ライダーの存在がすごく大きいんですよ。で、まあ、1971年登場した仮面ライダーって、まあ、これ先言った平山徹さんですね、まあ、東映がね、肝煎りで作ったこの企画でして、で、かなり、まあ、その2号編以降でそこにね、本当に流行して変身ブームだと。で、そうなると、うん、まあ、同じ陣容、うん、ですね、まあ、東映平山徹プロデュースがね、で、デザインが石ノ森翔太郎というと、まあ、当時は石森翔太郎っていう、まあ、ペンネーム、ね、ノーカツってなかったんですけども、あ、まあ、石ノ森さんに先生にですね、まあ、依頼が来たっていうことなんですよね。だからまあ何らかの差別化しやなあかんやろ。で、仮面ライダーはまずそもそも、改造人間です。悪の秘密組織、初夏に、まあ、改造されたんですね、本郷猛なり一文字隼人が、まあ、変身して戦うっていうのですけども、まあ、原作の方を読んでみたら分かるんですが、ちょっと改造人間がゆえのちょっと悲劇っていうもの結構強調されてるんですよ。で、次のキカイダーはどうだってなると、うん、まあ、これの特撮の漫画もまあ一緒なんですけども、はい、完全にもうロボットです。はい、まあ、ということで、サイボーグじゃないロボットなんですよ。まあ、悪の組織ダークの、ロボット対、まあ、人間型ロボット、まあ、ジロー、キカイダーの戦いを、まあ、中心にしてるということなんで、もう完全にロボットなんですよね。で、まあ、キカイダーはそのダークが完成させた13体のロボットの中の1体、コメジ博士が作ったんですね。で、まあ、要は、まあ、つまり、まあ、この兄弟と戦っている同じロットで製造されたっていうところをまず引きですね。で、もう一つはそのダークの悪の命令に従わないようにするために良心回路ジェミニですね、これを埋め込まれた。で、まあ、まあ、完成直前ですね、まあ、コメジ博士が、まあ、そのダークの襲撃を受けたんで、まあ、不完全なままの良心回路を持って誕生してるってところが一つ理想です。まあ、だからですね、ギルの、笛っていうのがあって、まあ、これを聞くとその良心回路が、まあ、正常に作動しなくなって、まあ、ダーク側のですね、まあ、そのギルですね、プロフェッサーギルです、の命令を聞きそうになってこう苦悩するっていうシーンがあるんですけど、これは、要はロボットって命令聞かなきゃダメ、なんですよね。それがたとえ悪の組織であっても、まあ、命令されたものに従うっていうもの、それに対して、まあ、その良心回路、つまり、まあ、ジェミニですね、これによって、まあ、反抗をするというふうなその苦悩ですね。もともと悪の組織に作られたものが、まあ、ダークのね命令を聞かないためにね、すごく苦悩するっていうのが、まあ、本当斬新で、僕特撮版も見ててですね、思ったのが、まあ、こうやってギルがですね笛吹くんですよ、マグの狩猟の親玉ですね。ほんだらジロがうわーって狂い、まあ、苦しみ出す、っていうのが、うん、本当印象的ですね。はい、でね、デザインも、うん、まあ、右と左で異なるです。はい、まあ、右側と左側で色が違う、うん、それぞれ赤と青ですね、まあ、左右のデザインが違う。でさらに頭部も、まあ、
透明になっていて、内部の機械、内蔵されている機械に見えるような、そんなあの、まあ、クリアパーツを作ってね。で、まあ、着ぐるみの場合っていうのは、まあ、そのスーツアクターの人が中入って、さらにその上からこう、まあ、内部機械をまぶしてですね作ってですね、さらにその上にアクリル板をやったんだと思うんですけど、まあ、すごくいいデザインなんですよ。で、機械ダーのデザインって、あの不完全がゆえに完全、左右非対称がゆえにね。で、あの、まあ、石森さんがそう言ってたんですけど、まさに僕はそう思いますね。で、まあ、あの、正直ね、あの、特撮と、その、漫画の方の大きな違いっていうのは、やっぱりその石森さんのその、もともと持っている、まあ、あの、テーマ性ですかね。テーマ性の違いっていうの、まあ、テーマは共通はしてるんやけど、まあ、それに対する、なんていうか、見せ方っていうか、演出の違いなんですよ。で、まあ、あの、一話完結の、この、まあ、テレビヒーローものとしてやってるから、割とこう、パンパンと一話ごとに、あの、完結する作品にはしていかなければならないんですよ。で、まあ、後半の破壊だっていうのが出てきた後ですね、まあ、特にはその、脚本家の変更をですね、それ以降は結構こう、原作に忠実になってるんですけど、漫画版っていうのは割と、その自分が機械であるってことで悩む描写っていうのが結構多かったんですよ。で、まあ、ここのところを、まあ、石森さんは、まあ、描写したかったんちゃうかなと。ただ、その作画自体はあんま力入れてへんっていうのは、まあ、他に連載があったっていうのも、まあ、そのうちの理由ではあるんですが、やっぱりそのテレビとタイアップしなければならないっていうのが、やっぱりどっか引っかかる部分があったんかなって、まあ、ほんま正直に言うと思いますね。ただまあそのデザインとかやっぱそのまあ物語の奥深さっていうのはまあ紛れもない石森作品でね、結構好きな作品なんですけども、この漫画版ですね、はい、ちゃんとね完結はしてます、はい。で、まあちゃんと完結はしてるんですよ。で、その完結されているこの漫画版のね、あのキカイダーのラストってのがすごい重いんですよね。あ、まあ、ここからちょっとまだ読んでない人とかは あんまり見ない方がいいかもしれないんで、ネタバレ嫌いな人はここでストップしておいてくださいね。まあ、悪の組織のダークのロボット対人間型ロボットっていう側面だったんですけども、まあ、ダークをね、ダークをですね、まあ、壊滅させるんですよ。で、まあ、で、ですね、まあ、さっき言った破壊ダーの話とかを、まあまあ、ひっくるめて、解説してすごい時間かかるんですけども、まあ、ギルが、まあ、破壊ダーにギル教授の、脳髄が移植されたあの、まあ、ギル破壊ダーですね。で、まあ、破壊ダー4人衆も出てきます。ギル、レッド、シルバー、ブルーですね。まあ、こっち特撮版でもね、出てくるんですけども。で、まあ、正直言うと、まあ、この辺はもうゼロワンの、設定を引き継いでるんですよ。ダーク壊滅後っていうのは。で、そこで、まあ、ゼロワンが出てくる。まあ、例によって、まあ、ニオゾーンの中でね、入ってたっていう、例のね、キカイダーゼロワンのオープニングですね。これはまあ結構踏襲されてて、で、普通はここでゼロワンに主人公が変わるはずなんですけども、まあ、実はそのまま、ジローが主人公になってるっていうのが、漫画版の最高、まあ、最大の特徴なんですよ。で、まあ、あんま深く考えないっていう、まあ、明るめのキャラクターですね。まあ、一郎は、まあ、太陽電池で作動して、まあ、戦闘力は機械大以上っていうふうに描写がされてたんですよ。まあ、ただ、なんすかね、まあ、人工知能とか、その、量子回路っていう面ですね。はい。実はこれ、人工知能自体の、まあ、能力ですね。コンピューターですね。搭載されてるコンピューター電子頭脳が、まあ、その、ジローよりも旧型。ただし、戦闘力は、なんか、凌駕してるっていう風な、まあ、そんな描写がありました。で、まあ、音とかね、拾ったりする能力はジローの方が上っていう風な描写がずっとあるんですよ。で、まあ、イチローがね、普通やったら、まあ、まあ、イチローっていうのは、まあ、明るめのキャラクターで、あんまり、物深く考えへんっていうね、まあ、そういうキャラクターですね、にはなってましたね。で、まあ、終盤に出てきたのが、まあ、その、まあ、ビジンダーであったり、まあ、ビジンダーも、まあ、これ、ゼロワンでおなじみの、
まあ、あのダークのロボットですよね。あの本当なんかあの美人のね女優さんがやってて美人だっていう、いや本当これ、うん、そのままだなって思うんですけど、あとさっき言ってたその00ですね、まああの、まあ、二郎が、まあ、あの光明寺博士が残した設計図をもとに、まあ、あの作ったというふうなあの、まあ、機械だ00っていうのが出てくるんですよ。はい、まあ、この00を知ってるか知らんかで、まあ、かなりこう漫画版読んでるか、うん、読んでないかっていうのがほんまにわかるんですよ。で、まあその機械だ00に関しては、うん、まあこれはもうなんか別枠で設けたいくらい、あの結構話したいことも結構あるんですが、まあ、これまあ置いといてですね、なんかガンダム00みたいですけどね。はい、まあ主軸はやっぱり機械だがメインなんですよね。まああの2番目、ということで、まあ機械だ02なんてね、あのなんかね、後年にコミカライズされたやつではその機械だ02みたいなね、あのタイトルでですねやってる作品もあるんですよ。これはあのアニメーション化されるときに、まあそのまあ、ブラッシュアップしたコミカライズ版ってことで、まあ、ちょっと別のね漫画家さんがこう書かれてるやつなんですけども、こちらもちょっと面白いんでね、あのちょっと読んでみたらいいと思います。で、まあそれで、ラスト、衝撃のラストなんですけども、まああの破壊ダーたちにちょっと捕らえられたですね、まあ、その二郎が、まああのまあ、連れて行かれてですね、あの、まあ、洗脳されそうになるんですね。イエッサーって服従回路っていうのが組み込まれて、で、まあ、その養心回路を、まあ、あの搭載されている機械ダーにも埋め込んだんですよ。で、まあ、ところがこれが別の作用、つまりあの人間みたいに嘘がつけるというふうな機能、完全な、まあ、人間ですね、あの正義の心と悪の心、まあ、良心回路による正義の心と悪の心を植え付けられたようなもので、まあ、人間になったってことですね。で、まあ、服従回路を埋め込まれて、まあ、その敵側についてしまった、まあ、機械だ01とか00とかビギンダーですね、この3人を、まあ、騙してですね、そしてさらにこの3人をあのブラスター、今まであの使ったことがなかった必殺武器ですね、あまりにも強力すぎるんで使わなかった、あの機械弾がね、あの装備されていながら使っていなかった武器を使って兄弟を全部倒して、まあ、ギル破壊弾を倒してですね、まあ、結果的に、まあ、敵を全滅させたっていうふうなことなんですけども、まあ、最後その、まああのまあ、ギル破壊弾ですねを、まああのね、あの破壊するっていう描写があって、まあ、これが完全に人間になった、兄弟も殺せるっていうね、うん、まあ、そのことに、まあ、後に苦悩するっていうのが、その稲妻ですね。機械だ対稲妻っていう作品でです。あの、まあ、描写されるんですけども、まあ、機械だ対、稲妻っていうか、まあ、あの、漫画の稲妻の、まあ、ギターを持った少年、それギターって言ったら、あの、ジロードレードマークですね。あの、普段からずっとあのギターを背負ってるっていう。で、まあ、あの、年齢的なね、あれもね、少年っぽく書かれてるんですよ。あのつまり機械弾のこの、まあ年齢設定的なあの人間体 の, あの姿である時の、まあ、設定があの、まあ少年っぽい風な描かれ方もされていると、まあ、キャラクターデザインの違いですね。まあ、僕はあのバン大輔さんのね、あの、まあ、その元のね、あのなんか元っていうか、ね、特撮版 の, その、機械弾の方も結構好きなんですけども、で、まあ、そういうね、衝撃的な最終回で、まあ、終わったんですよね。で、まあ、まあ、ピノキオの話っていうのが、まあ、結構こう、クローズアップ、まあまあまあ、まあ、されてると、まあ、人間になりたいっていうね、うん。まあ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 、完全な、人間になるっていうことは、どういうことかというと、まあ、嘘もつけるし、まあ、まあ、兄弟ロボットも倒せるっていうね、うん、兄弟も殺せるっていう、そのセリフですよね。これが本当にね、なんか、深い闇を感じさせるようなエンドなんですね。まあ、なんか、テーマ性がより先鋭化されてるラストだったんですよ。で、まあ、思い出してほしいのは、まあ、例えばそのデビルマン、長い方のね、原作のデビルマンも、まあ、アニメと、その、漫画、で、大きな、違いがあったりとか、まあ、当時はね、まあ、有名漫画家にこうデザインをやってもらって、
で、まあ、特撮なりアニメを作って、まあ、同時並行でやる原作とね、やっていくっていう形のものがね、結構、あったんですよ。だから、まあ、その中でもこのキカイダーのラストっていうのは、まあ、その01のね、最終回と、全然、その爽快感だったその01のね、最終回とは違う、なんか深いね、まあ、テーマ性を感じさせるものでしたね。で、まあ、ほぼなんか、ちょっと前にやってた、その、まあ、仮面ライダーなんですけども、こっちのコミカライズのね、まあ、本のね、ラストにしても、まあ、やっぱりなんかもっとエグかったんですよね。まあ、本郷猛いいかね、完全なもう機械の体になってしまうっていう、その、逸話にしてもそうなんですけど、なんかね、石ノ森さんの、その、漫画原作版ですね、はね、必ずこういうちょっと暗い感じになるんですよ、トーン的に。だね、なんていうんですかね、当時の漫画家が持ってた側面ですかね、テーマ性を突き詰める、ヒーローものであっても、で、まあそういうの誰かがやったら十分それやっていこうっていうことで、まあそういう作品に書いちゃうっていうことですね。で、まあ後年にね、まあそのアニメーションがね作られたっていう話をちょっと追記でやっていこうかなと思ってまして、人造人間機械だジアニメーションですね。はい、こちらがですね、2000年10月から2001年まで、1月までキッズステーションで放送されたテレビアニメ、なんですよ。でこれまあ、CS まあキッズステーション、だけじゃなくてですね、まあワウワウとか、東京 MX とか、まあ、NHKBS2 とかで、まあ、後に再放送されるんですけども、漫画バージョンの人造人間機械だの、まあ、リメイクということですね。かなり、三つ子さん、まあ、光明寺博士のね、娘である、光明寺三つ子とそのジローの恋愛関係っていうものを結構際立たせて書いてるんですよ。で割とこう原作にもちょっと、まあ、忠実な感じでやってはいるんですけど、やっぱちょっと違うようには作ってるんですよね、そこら辺はね。で、このアニメを作った、まあ、制作会社なんですけども、まあ、スタッフですね、はい、ラディクスエースエンターテインメントっていう、まあ、アニメ、制作会社ですね、はい、あとは、スタジオ OX ですね、はい、この2つが、まあ、共同で制作した、まあ、アニメーションになりますね、はい。まあ、割とね、まあ、ここはね結構しっかりしたところで、作画も結構良かったんですよ、機械弾に関して、まあ、全12話でやってて、で、まあ、01の方が、まあ、後にこの OVA っていう形でもう4まで作られるんですけど、これは、ダークが壊滅するまでは人造人間機械弾ですね。で、まあその、その後です。その後の話として、キカイダー01の方ですね。続編。こっちもね、ジ・アニメーションがね、まあキカイダー01、って書いてるんですけど、やっぱりキカイダーが主人公っていう、まあちょっとややこしい、まあ、作品ですね。あとは、短編であるギターを持った少年、キカイダー対イナズマンを、のところが、まあ、DVD ボックスでこう、追加されてると。稲妻の話で機械だが救われる話なんですけども、これがあるんですよ。まあ、なんですかね、結局この、まあ、その、ジ・アニメーションの機械だ01の方では、この原作版のラスト、そうですね、重たいラスト、僕が再現されてました。で、まあ、ダブルオーも出てきましたね。まあ、この辺が、まあ、特徴であってですね、監督は、岡村、天才さん。で、ゼロワンの方は、元永啓太郎ですね。で、元永さんっていうと、まあ、テレビアニメで分かりやすいなんかね、マジェスティックプリンス、そうそうそう、銀河機構隊マジェスティックプリンスっていう作品が、まあ、2013年になったロボットアニメなんですけども、で、まあ、監督されてましたね。の監督がやられてるゼロワンの方はね、この重たいテーマよく扱ったなと思いますけど、まあ、こちらの作品も結構おすすめです。まあ、人造人間機械だのね、方は、実はね、原作と、アニメもね、結構いいよと、いうことをね、まあ、今回ちょっと言いたくて、まあ、紹介してみました。まあ、この作品は、本当に
特撮ヒーローものこうコミカライズ、うん、ね、まあ同時や、まあ当時同時で、でその後にアニメーションが作られて、まあ流れて、でも仮面ライダーダブルも、まあ、結構あの期待してまして、フト探偵ですね、今ちょっとアニメ見てるんですが、まあ、こういうところでまあちょっと発想っていうか連想してですね、まあちょっと YouTube でまあその機械弾ね、人造人間機械弾特撮版のね放送も始まったということで、ぜひアニメ版もやってほしいなということで、まあ今回ね、タリトルくんのチャンネル、もうこれ、まあね、この話、あ、この話良かったでしょうか、まあ良かったと思ったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ツイッターやってます。検索検索。それでは、タリトルくん。